11月3日と4日、我孫子市手賀沼のほとりでジャパンバードフェスティバルが行われました。親水公園ではカメラや望遠鏡などの展示、鳥の手芸品の展示、観光の面から見た鳥の紹介などが行われました。鳥の博物館ではたくさんの鳥の標本を見ることができました。山科研究所にも入ることができました。ここは親水公園の展望台です。手賀沼周辺がよく見渡されました。